ユナイテッドラグビーチャンピオンシップは、スコットランド・ウェールズ・アイルランドと、イタリア・ミナミ・アフリカ共和国のプロクラブが参加している、ラグビーユニオンの毎年開催される競技会である。スーパーラグビー、イングランドのプレミアシップ、フランスのトップ14と並ぶ、世界最高峰リーグの一つである。1999年のウェルシュ、スコティッシュリーグの設立から始まった、このリーグは、 アイルランドの地域代表プロチームが加わり、ケルティックリーグ、セルティックリーグと呼ばれるようになった。2006から7年のシーズンから、アイルランドの酒造メーカーである C&C グループがスポンサーを務め、同社のリンゴ酒のブランド名を冠して、マグナーズリーグとして行われた。2010から11シーズンの開幕時に、イタリアの2チームが加わり、リーグは10チームから12チームに拡大した。 2011から12年のシーズンから2013から14シーズンまではラボバンクのサービス名であるラボダイレクトの名を冠したラボダイレクトプロ12として行われた。プロ12という名称はケルト諸語圏外からチームが参加していることを反映して2011年に採用された。2017-19シーズンからは南アフリカの2チームがリーグに加入し、 14チームへと拡大し、プロ14、または、スポンサー名を冠して、ギネスプロ14と呼ばれた。2021から2022シーズンから、チーターズとサザンキングスに代わり、スーパーラグビーに所属していた、南アフリカの4チームが加入して、リーグ名称も現在のユナイテッドラグビー、チャンピオンシップに変更された。現在のギネスとのスポンサーシップ契約は2014。 15シーズンの開始とともに始まった。ありがとうございます。